さん、朝ごはんが食べたいんです。早速作っちゃいましょう。でも見た目はちょっとだけ可愛くしてほしいんです。業務はインスタ女子なので。マリサちゃんの写真を載せとけばいいねがたくさんもらえるぞ。キノコはちょっと。わかりました、パンの卵包みを作りましょう。材料紹介です。パン、バター、片栗粉、牛乳、砂糖、チーズ、卵です。はじめにミルク液を作ります。ボウルに砂糖大さじ1と牛乳大さじ1を入れて砂糖が溶けるまで混ぜ混ぜします。パンを入れてミルク液を吸わせます。一晩つけるの？量が少ないので 1,2 分で大丈夫だよ。忙しいマリサちゃんにぴったりなんだぜ。美味しかったですね。それもある。フライパンにバターを敷いて先ほどのパンを焼きます。崩れやすいので気をつけてね。軽く炙ったら一旦取り出します。先ほどのボウルに卵と小さじ1の片栗粉を入れて混ぜ混ぜします。片栗粉？片栗粉のでんぷん質が卵を破れにくくするのよ。匂いが気になるかなと思いましたが、私は大丈夫でした。よりかわいそう。器用な人は片栗粉は入れなくても OK だよ。シュン。先ほどのフライパンにバターを投入して、卵液をドバー。ドバー。チーズの半分をポトリ。ポトリ。ミルク液が染みたパンを乗せます。残りのチーズも加え、お砂糖を少々。卵が焼けてきたらパンを包みます。慎重に頼むのぜ。霊夢さんは不器用ですからね。ふう、なんとか卵で包むことができました。焼き色がついたらフライパンから取り出します。バターと砂糖を入れて、砂糖が溶けたら生地を入れてキャラメリゼします。お皿に盛ったらメープルシロップをかけましょう。好きな人に食べてもらうときは粉糖も忘れずに。食べる前に振られるんだけどね。日中庭に生えてたミントを乗せることができたら。めっちゃうまそう。え？特製ミルクパンの卵包みだよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。パンを食べた枚数が13枚のマリサから召し上がれ。ほーい、いただきます。パン、ハムハム、おいしい。チーズの塩味と砂糖の甘み、相性バッチリなのぜ。ヨームは練乳がけをどうぞ。それではいただくにょん。はぁ、もぐもぐ、うまい。パンが柔らかくてミルク液が溢れてくる。控えめに言って最高。マリサさん、どいてください。遠慮するなって、私と一緒に撮影すればバズるぞ。そうかな。